プリキュア、レッツゴーメルヘンワールド。ゲームを始めるデータを選んで。それじゃ、ゲームを始めるよ。しまったお話を元に戻すために一緒に手伝って。それじゃ絵本の中にレッツゴー。この絵本は小さくて可愛い女の子がおばあさんのお見舞いに行くお話ぐる。赤ずきんってお話にいくつかパターンがあるんだよ。この絵本にはバッドエナジーがかかっているぐる。そのせいでお話の内容が変わってしまっているぐる。大変じゃない。どうすればいいの、キャンディ。お話を読んでいて、お話がおかしくなっている場所を見つけるコル。そうしたら、プリキュアと協力してお話を元に戻してほしいコル。よし、絵本を元に戻すために一緒に頑張ろうね。それじゃあ読み始めるよ。赤ずきん。昔々、あるところに小さくて可愛らしい女の子がいました。女の子はいつも赤い頭巾をかぶっていたので、みんなから赤頭巾と呼ばれていました。ある日、お母さんが赤頭巾に言いました。赤頭巾や、このカゴを陽気のおばあさんに届けておやり。わかったわ、お母さん。赤ずきんは元気に返事をして、お母さんからカゴを受け取りました。カゴの中にはたくさんのお菓子とぶどう酒が入っています。お菓子だって、おいしそうだね、キャンディ。食べたりしたらダメくる。食べたりなんてしないもん、ハッポッポ。それじゃあ続きを読むよ。いいかい、赤ずきん。道草をしないで、まっすぐおばあさんのところへ行くのよ。お母さんが言うと、わかってるわ、私に任せて。と言って、赤ずきんはお母さんと指切りをしました。こうして赤ずきんは、おばあさんのお見舞いに一人で出かけていきました。一人で出かけるのって、ワクワクするよね。みゆき、バッドエナジーのこと忘れちゃダメくる。大丈夫大丈夫、私たちがついてるもん。それじゃあ続きを読むよ。おばあさんの家は森の奥にあります。赤ずきんはまっすぐ森の道を進んでいきました。そこへ一匹の狼が現れたのです。こんにちは、狼さん。こんにちは、赤ずきん。今日は森でお散歩かい？狼が尋ねると、赤ずきんは自慢げに答えました。違うわ、私はこれからおばあさんのお見舞いに行くところよ。すると狼は、それは偉いね。でもせっかくなら花束を作って持っていきなよ。と、咲いていたお花を指さします。そうね、そうするわ。ありがとう、オオカミさん。そう言って、赤ずきんは横道へと入っていきました。オオカミはにやりとして赤ずきんを見送ります。オオカミって言ったら、ウルフルンが思い浮かぶね。
ウルフルンはこんなこと絶対言わないくる。そうそう、だからすごく変な感じ。でもお花摘みはハッピーなアイデアだと思うな。それじゃあ続きを読むよ。森の奥に大きくて綺麗なお花畑を見つけた赤ずきんは喜んでお花摘みを始めました。ところが赤ずきんがお花を摘もうと手を伸ばすと、お花たちは素早く地面に隠れてしまうのです。何度手を伸ばしても結果は同じ。赤ずきんは困ってしまいました。これではいつまで経ってもお花を摘むことができません。って、ちょっと待って、なんかお話がおかしいよ。もしかしたらバッドエナジーの影響でお話が変わっているかもしれないくる。これじゃ赤ずきんはいつまでもお花を摘めないくる。こうなったら赤ずきんのお花摘みを手伝ってあげるくる。君もプリキュアを手伝ってあげるくる。準備はいいくる。では始めるくる。遊び方の説明を見るくる。上に出ているお花と同じお花を摘むくる。お花が咲いたらなくなる前にタッチしてどんどんお花を摘んでほしいくる。摘むお花を間違えると花びらが一枚なくなるから注意するくる。間違えた数が少ないと成績が良くなるくる。よーい、スタート。次に花束を作るくる。遊び方の説明を見るくる。花束を作るくる。お花を置く場所が光ったら消えるまでにタッチしてどんどんお花を置いていくくる。光が消えても失敗にはならないから時間が来るまでいっぱい花束を作るくる。たくさん花束を作ると成績が良くなるくる。よーい、スタート。Thank you.
たデコルは不思議図書館で見られるくる？お花摘み楽しかったね。手伝ってくれてありがとう。これでお話が少し元に戻ったはずくる。でもまだどこかにバッドエナジーが残ってるくる。きっともっと先のお話なんだくる。続きを読んでみるくる。よし、早くバッドエナジーを浄化してウルトラハッピーな絵本に戻そう。それじゃあ続きを読むよ。一方その頃、狼はおばあさんの家の戸を叩いていました。おや、どなた？中のおばあさんが返事をすると、私よ、赤ずきんよ。おばあさんのお見舞いに来たの。女の子のような声で狼は答えました。この狼は嘘つきくる。赤ずきんじゃないくる。本当だよね。親切な狼さんだと思ったのにな。それじゃあ続きを読むよ。おや、赤ずきんかい？空いているから入っておいで。返事を聞いた狼は戸を開けて中へ入ると、ベッドで寝ていたおばあさんに襲いかかりました。そしてあっという間におばあさんを丸飲みにしたのです。はあ、おばあさん食べられちゃったくる。嘘をついて食べちゃうなんてひどいじゃない。まさかこれでお話終わっちゃうくる。大丈夫だよキャンディ、赤ずきんはウルトラハッピーなお話だからね。それじゃあ続きを読むよ。次に狼はおばあさんの洋服を着込むとベッドの中へ潜り込みました。そこへお花摘みを終えた赤ずきんがやってきます。トントントン。赤ずきんは戸を叩きましたが返事がありません。仕方がないので中へ入ってみると、おばあさんがベッドで横たわっています。頭巾を深くかぶったおばあさんはお顔が全く見えません。顔を隠してるんだくる。本当は狼なんだくる。今度は赤ずきんを騙そうっていうのね。そうはハッピーエンドが許さないんだから。それじゃあ続きを読むよ。こんにちはおばあさん。赤ずきんが挨拶をしてもおばあさんは起き上がろうとしません。不思議に思った赤ずきんはおばあさんに尋ねてみました。おばあさん、今日はお耳が大きいのね。するとおばあさんは答えました。お前の声がよく聞こえるようにさ。赤ずきんはまた尋ねます。目が大きくて光ってる。お前がよく見えるようにさ。なんだかおてても大きくなったみたい。お前をしっかり抱きしめるためさ。それにとても大きなお口ね。それはね、お前を、お前を丸飲みにするためさ。途端におばあさんは起き上がり赤ずきんに飛びかかりました。赤ずきんはよろけた拍子におばあさんを避けることができました。もう少しだったのに。おばあさんに化けた狼はそう言って変装を解きます。狼さん、どうしてここにいるの？お前のおばあさんを食べたからだよ。狼は大きなお腹をポンポンと叩きます。そんな、ひどいわ狼さん。赤ずきんはその場で座り込んで泣いてしまいました。さて次はお前の番だ。狼は赤ずきんへゆっくり近寄ると、その大きな口をあんぐりと開けました。くる。赤ずきんってこんなに怖いお話だったくる？本当なら漁師さんが出てきて助けてくれるはずよ。でも漁師さんなんて出てきそうにないくる。
きっとバッドエナジーのせいだよ。大変くる。このままじゃ絵本がバッドエンドにされちゃうくる。なんとかしなきゃ。どうすればいいの、キャンディ。変身するくる。プリキュアの力を分けてあげるくる。わかった、変身だね。お話を元に戻すために一緒に頑張ろう。スマイルパクトにキュアデコルをはめるくる。プリキュアスマイルチャージ。遊び方の説明を見るくる。正解のカードがどこにあるかを当てるくる。はじめに正解のカードがどこにあるか教えるくる。カードが裏返しになって場所が入れ替わるから、正解のカードがどの場所にあるか当てるくる。間違えた数が少ないと成績が良くなるくる。よーい、スタート。その時、あたりに鉄砲の音が響きました。偶然通りかかった漁師が、狼を追い払おうと、鉄砲を撃ったのです。やったくる！漁師さんが出てきたくる！それじゃあ、続きを読むよ。やい、狼。このまま撃たれて、毛皮を剥がれたくはあるまい。今すぐにどこかへ行ってしまえ。鉄砲に驚いた狼はおばあさんを吐き出すと、慌てて森の奥へと逃げていってしまいました。大丈夫か？漁師が言います。ありがとう、助かりました。その時、狼に吐き出されたおばあさんが目を覚ましました。ふらふらと起き上がるおばあさんに、
泣きながら抱きつく赤ずきん。ごめんなさい、私が道草をしてしまったから。おばあさんは赤ずきんを優しく抱きしめると、泣くのをよし、素敵な花束をありがとう赤ずきん、とささやきました。そしておばあさんは赤ずきんにたくさんのお菓子を作ってあげたのです。赤ずきんはお菓子を食べながら、ああ怖かった、もう二度とお母さんとの約束を破ったりしないわ、と思うのでした。めでたしめでたし。これでハッピーエンドくる。どの赤ずきんよりもハッピーなお話になったよ。戻ったらみんなに聞かせてあげようね。おめでとうくる。新しい遊びができるようになったくる。あんまり遅くまで起きてたらあかんで。バッドエナジーの力で変わってしもたお話を元に戻すのを一緒に手伝ってな。それじゃあキャンディ頼むね。ツルさんが恩返しするお話くる。けなげなツルがめっちゃ泣けるんやで。この絵本にはバッドエナジーがかかっているくる。そのせいでお話の内容が変わってしまっているくる。それ大変やん。うちらはどうすればええの。お話を読んでいってお話がおかしくなっている場所を見つけるくる。そうしたらプリキュアと協力してお話を元に戻してほしいくる。よっしゃ、絵本を元に戻すために一緒に頑張ろうな。本なら読んでいくで。鶴の恩返し。昔昔、とても心の優しいおじいさんがいました。おじいさんは毎日町で薪を売って生活していました。貧しい暮らしでしたが、おじいさんは満足でした。一人ぼっちだと寂しそうくる。せやな、話し相手がおらんとつらいわ。ほな続きを読んでいくで。ある寒い冬の日、おじいさんが薪を売りに町へ出かけると、道の途中で一羽の鶴が罠にかかって苦しんでいました。鶴さん、罠がとっても痛そうくる。こんなところに罠仕掛けて心ないやっちゃで。ほな続きを読んでいくで。かわいそうに、今助けてやるよ。おじいさんが罠を見ると、罠には鍵穴がついています。おじいさんは周りに鍵が落ちていないか探してみました。しかし、いくら探しても鍵は一向に見つかりません。考えてみれば、鶴を助けても仕方がないな。そう思ったおじいさんは、鶴を助けるのを諦めてしまいました。って、おじいさん、どこ行くの？鶴を助けなあかんやん。もしかしたら、バッドエナジーの影響でお話が変わっているかもしれないくる。このままだと鶴さんが助からずにお話が終わっちゃうくる。おじいさんと一緒に鍵を探してあげるくる。チミもプリキュアを手伝ってあげるくる。準備はいいくる。では始めるくる。遊び方の説明を見るくる。
画面の中に隠れている探し物を見つけるくる。探し物は画面のどこかに隠れているから、画面のものをタッチしたり、こすったり、どかしたりして、なるべく早く探し物を見つけてほしいくる。何を探すかは画面の右上を見るくる。早く見つけると成績が良くなるくる。よーい、スタート。やるやんか。よっしゃ、ゲームクリアやで。すごいやん、完璧やん。やったくる。キワデクルを見つけたくる。見つけたデクルは不思議図書館で見られるくる。影が見つかったで。手伝ってくれてありがとう。これでお話が少し元に戻ったはずくる。でもまだどこかにバッドエナジーが残ってるくる。きっともっと先のお話なんだくる。続きを読んでみるくる。任しとき、残りも気合い入れて読んでいくね。ほな続きを読んでいくね。おじいさんが罠を外すと、鶴は嬉しそうに飛んでいきました。良いことができたの。鶴を見送った後、おじいさんは町へと向かいました。その夜、おじいさんの家の戸を誰かが叩きました。変じゃな、外は大雪なのに。おじいさんは不思議に思いましたが、お願いします、開けてくださいませと若い女の人の声が聞こえてきます。そこでおじいさんが戸を開けると、一人の綺麗な娘が立っていました。お姉さん、とっても寒そうくる。大雪やからな。こらすぐにでも温まらんと風邪ひくだけ休まへんで。ほな続きを読んでいくで。この雪の中、道に迷ってしまいました。どうか一晩泊めていただけませんか。それは大変じゃ。こんなところでよかったら泊まっていきなさい。おじいさんは娘を一晩泊めてやることにしました。この女の人、美人さんくる。ほんまやで。でも一人で何をしてんねやろう。ほな続きを読んでいくで。翌朝、おじいさんが目を覚ますと、ご飯の支度や家の掃除を娘がすべてやってくれていました。娘はさらに、泊めていただいたお礼に旗を折らせてくださいと言ったので、おじいさんは町から糸を買ってきました。旗が折り上がるまで絶対に覗かないでくださいませ。娘はそう言うと、部屋に閉じこもり、ゆっくりと旗折りを始めました。ところが旗折り機がうまく動きません。どうしよう、これでは旗を折れないわ。娘は残念そうにうつむいてしまいました。旗折り機が動かへんのはなんでな。おかしいんとちゃうか。バッドエナジーくる。このままじゃずっと旗が折れないくる。なんとかせな。どうすればええの。キャンディ変身するくる。プリキュアの力を分けてあげるくる。よっしゃ、変身してガツンとやってやろか。スマイルパクトにキュアデコルをはめるくる。プリキュアスマイルチャージ。
遊び方の説明を見るくる？よーい、スタート！娘は部屋から出てきません。気になったおじいさんはそーっと部屋を覗いてみました。すると部屋の中には機織りをする一羽の鶴がいたのです。なんということだ。おじいさんが驚くと鶴もおじいさんに気がつきました。そして鶴は織り上げた綺麗な布をおじいさんに渡すと、私は寒い冬の日に罠にかかって苦しんでいたところをあなたに助けられた鶴です、と言いました。恩返しをするために娘の姿となって細場におりました。ですがこうして見つかってしまってはお別れしなければなりません。鶴はそう言うと翼を広げて空へと飛び立っていきました。ありがとうな。鶴を見送りながらおじいさんは言いました。それからおじいさんは鶴が折った布を売ったお金で幸せに暮らしました。めでたしめでたし。鶴はん、恩返しができてよかったな。でももしあの時覗かへんかったらきっとずっと、いや、終わったことや。言わんとこ。おめでとうくる。新しい遊びができるようになったくる。
あんまり遅くまで起きてちゃダメだよ。バッドエナジーの力で変わってしまったお話を元に戻すために一緒に手伝って。それじゃあ行くよ。準備はいい？この絵本はアラジンと魔法のランプのお話く？魔法の迫力に華麗なアクション、見せ場いっぱいの冒険活劇だよね。この絵本にはバッドエナジーがかかっているくる。そのせいでお話の内容が変わってしまっているくる。それは良くないね。私たちにできることなら何でもするよ。どうすればいい？お話を読んでいて、お話がおかしくなっている場所を見つけるくる。そうしたらプリキュアと協力してお話を元に戻してほしいくる。なるほどね。力を合わせればきっと絵本を元に戻せるはず。それじゃあ絵本を読み始めるよ。アラジンと魔法のランプ。昔々ある国にアラジンという青年がいました。アラジンはお母さんと二人暮らしで貧しい暮らしをしていました。ある日アラジンは町の商人から古いランプを買いました。アラジンはこのランプをお母さんへプレゼントするつもりだったのです。ところがアラジンがランプをこすると中から煙とともに魔人が出てきたのです。願いをどうぞご主人様。魔人がこう言うのでアラジンは美味しいものをたくさん食べたいと言ってみました。お安い御用です。魔人がそう言って指をパチンと鳴らすとアラジンの目の前にたくさんのごちそうが現れました。羨ましいなあ。私も家事とかお願いしたいかも。ナオの家は兄弟が多くて忙しそうくる。あ、ダメだ。弟たちがいたずらで使っちゃうかもしれないや。それじゃ続きを読んでいこう。それからというもの、アラジンの暮らしは魔人のおかげでとても裕福になりました。魔人さんのおかげでアラジンは幸せくる。それじゃ続きを読んでいこう。ある日アラジンは町で偶然王女に出会いました。そこでアラジンは魔人に宝石や金貨を出してもらい、王女にプレゼントをして結婚を申し込みました。それを聞いた王様は、お前の財はよくわかった、今度はお前の血を試したいと言ってアラジンに問題を出しました。あんなにプレゼントしたのにどうして問題出されちゃうくる？王女様と結婚するには頭の良さも重要だからね。それじゃ続きを読んでいこう。思ったよりも難しいな。なかなか問題を解けないアラジンはまた魔人を呼ぶためにランプを取り出します。これはアラジンが問題を解かないとかっこつかないな。もしかしたらバッドエナジーの影響でお話が変わっているかもしれないくる。だからアラジンは魔人さんに頼りっぱなしくる。そんなんじゃいざって時に頼りにならないよ。みんなでアラジンと一緒に問題に挑戦するくる。チミもプリキュアを手伝ってあげるくる。準備はいいくる。では始めるくる。遊び方の説明を見るくる。向きがバラバラのパズルピースを元に戻すくる。ピースをタッチすると左と右に回せるから、できるだけ少ない回数で左にあるお手本と同じ絵にしてほしいくる。回した数が少ない方が成績が良くなるくる。よーい
いスタート。クリアまでもう少し。やったね。問題を解くことができたね。手伝ってくれたおかげだよ。これでお話が少し元に戻ったはずくる。でもまだどこかにバッドエナジーが残ってるくる。きっともっと先のお話なんだくる。続きを読んでみるくる。わかった。早くバッドエナジーを浄化して正しいお話に戻してあげよう。それじゃ続きを読んでいこう。アラジンが見事に王様の問題を解いたので、王様もアラジンと王女の結婚を認めました。そしてアラジンは町で一番の幸せ者となったのです。これでお話はハッピーエンドくる。よかったくる。まだ半分くらいページが残ってるよ。なんだかもう一波乱ありそうな予感。それじゃ続きを読んでいこう。そんなアラジンを見つめる一人の魔法使いがいました。私のランプ、ようやく見つけたぞ。この魔法使いはアラジンのランプの元の持ち主でした。魔法使いはアラジンが出かけた隙に王宮に入り込み、宝石のついた豪華なランプを王女に見せました。王女様、その古ぼけたランプとこの豪華なランプを交換しましょう。王女は古いランプの中に魔人がいることを知らなかったので、魔法使いのランプと古いランプを交換してしまいました。その途端、魔法使いはランプから魔人を呼び出すと、王女と王様を人質にして王宮を乗っ取ってしまいました。強そうな敵が出てきたね。魔人さんも取られたくる。絶対絶命くる。それじゃ続きを読んでいこう。帰ってきたアラジンは町の人たちから話を聞くと、早速魔法使いのいる王宮へと向かいました。アラジンが王宮へ入ると、中は魔法で迷路のように変わっていました。アラジンは王女と王様を探して王宮の中を走り回ります。しかしいくら走っても王女や王様は見つかりません。疲れてきたアラジンは走るのをやめると、ため息混じりにつぶやきました。もうダメだ。魔法のランプがないと何もできないよ。アラジンはついにその場から動かなくなってしまいました。バッドエナジーのせいでまたアラジンが弱気になってるくる。なんとかしないと。何か考えはある？キャンディ。変身するくる。プリキュアの力を分けてあげるくる。よし、変身だね。絵本のために直球勝負だ。キュア！スマイルチャージ！
キリンリン直球勝負。キュアマーチ。遊び方の説明を見るくる。迷路の分かれ道を覚えてゴールを目指すくる。はじめに正解の道順を見せるから分かれ道の目印をしっかり覚えるくる。途中で道が分からなくなったらプリキュアにヒントを聞くことができるくる。道を間違うとやり直しになるから気をつけるくる。プリキュアにヒントを聞くこともできるけど、ヒントを聞かない方が成績が良くなるくる。よーい、スタート。それじゃ、続きを読んでいこう。なんとか王女と王様を見つけて助け出したアラジンは、いよいよ魔法使いの元へと向かいます。すると、魔法使いは部屋でぐうぐう居眠りしていました。チャンスくる！魔法使いをやっつけてくる！それじゃ、続きを読んでいこう。アラジンはその隙に、魔法のランプを取り返すと魔人を呼び出します。魔人よ、この魔法使いを遠くへ飛ばしてくれ。お安い御用です。途端に魔法使いは魔人の魔法で遠くへ飛ばされていきました。それから後、アラジンは国の英雄として末永く人々に称えられましたとさ。めでたしめでたし。立派な英雄になったくる。今度こそハッピーエンドくる。魔人もすごいけど、アラジンだって十分強いよね。これからもその強さで国を守っていってほしいな。